こんにちは、津田雄一です。私の初の著書、ハヤブサ2最強ミッションの真実が出版されました。この本は、小惑星探査機ハヤブサ2の構想、開発、打ち上げ、そして小惑星リュウグウでの探査活動、それから地球機関の手前までの道のりを、プロジェクトマネージャーの視点から描いたドキュメンタリーです。人間の想像力の限界、その限界を突き破っていく宇宙探査の魅力、そして人と人が力を合わせるとものすごいことができる、その素晴らしさ、これらが私がこの本を通じて伝えたかったことです。この本は数式は入っていません。専門知識がなくてもハヤブサ2の真髄を理解していただける内容を心がけています。チーム作りの苦労、手強いリュウグウ、そのリュウグウで7つの世界初を成し遂げるチームメンバーの活躍を余すことなく書き込みました。ぜひ手に取って読んでいただければと思います。